月にかかるように雲を張ったら、題名も雲の形にして貼ります。みんなが描いたうさぎの絵を貼ります。その周りにお花紙で作ったコスモスをテグスでつないだものを貼っていきます。つないでいるので簡単にささっと貼ることができます。二つ目は左下にススキを、右下にグラデーションコスモスを飾りました。コスモスはテグスでつないだものとつないでいないものの両方を使っています。三つ目はススキの根元に立体の気球を飾り、反対側にはつぼみと葉のついた気球の花を一つずつマップピンで貼りました。作品を並べて貼るだけでなく、季節のものをちょっと加えると映える壁面になります。